夢ラジオ第7035回。今日は令和6年11月12日火曜日です。時刻は午前1時、横浜港北。真夜中ですね、日付が変わって1時間経った頃、今日は夜空が澄んでいて、多分最終便と思われる羽田空港を出た民間機が西の方に飛んでいますよ。 もうすぐ飛行機も飛ばなくなります。空が澄んでいると民間機が飛んでいるとよく見えるんですね。地平線の近くには大きな半月、黄色く見えています。さて、今回は、玉木不倫報道に関する立花投手見解、こんなタイトルでお話ししましょう。立花 たかしさんが今回、玉木さんの不倫報道に関して、ご自身のチャンネルでご意見述べてらっしゃいますね。それによると、立花によるとね、不倫っていうのは、その家庭があっても、他の人を好きになる、そういうことで、これは自然なことなんだと。で、立花によると、 その、結婚していても、9割ぐらいの人は、不倫をしたことがある、または不倫したいと思っている。これは、そうなんですかね。ちょっと聞いてみたいですけど、既婚者で、誰かと、まあ結婚してて子供もいるかなまあ、い,いるいないはともかく、その中で9割の人は不倫してる、または不倫したいと思ってる。 立花さんによるとそうなんだそうです。私自身はリバタリアンなので、そもそも結婚という制度に意味を見出していないし、基本的に人は一人だと思っています。で、その一人だとは言いながら、誰かを好きになるということはあり得るだろうし、その人と一緒にいて、あの、ね、落ち着けるんなら一緒にいるのは全然構わない。 それが結婚という形を取るのか取らないのかは、その時その時で決めていったらいい。ただ、まあ、子供ができたら結婚した方がいいだろうな、とは思いますね。とはいえ、その不倫というのは、その、こちらに家庭があったり、向こうに家庭があったり、そして両方に家庭があったりですけど、まあ、それで悲しむ人が出てくるんですよ。どうしても。 ですから、私自身はやっぱり、不倫っていうのは、まあ、個人的にはしたことはないし、で、これからも、ああ、することはないだろうな、とは思っています。やっぱり、誰か悲しむと、それは自分の家族なのか、相手の家族なのか、ともかく、そんな時に、そういう、好きになったぐらいのことでですね、家庭を壊すような、壊れないまでも家庭に響いれるような、そんなことはしてはいけない。 私はななんんかそんな風に思ってもいますですからリバタリアンといっても何でもかんでも自由なんじゃなくてやっぱりそこにはおのずとその人その人のノリというか境界線みたいなものがあって私の場合には不倫はもうダメよと自分で思っているし今までしたこともないですこれからもないでしょうただそれはまああくまで私の話であって立花さんによるとなんか その不倫というのは自然なものなんだから、今回のね、玉木さんの報道に関しても、もっと広い心で見てあげてくださいっていう、そういうお話でした。立花は今、独身で,で、これからそういうことが、その立花自身にもあるかもしれない、みたいなことを言っていましたね。ですから、この意味においては、私と立花さんは、 見解は違う。立花さんは不倫あるかもしれないと。そして不倫は自然なことなんだと。そう言ってるんだけど、私、夢ラジオは、誰か悲しむ人がいる以上、好き程度の感情でですね、その自分、または相手の、その家族を壊すことはできないという、こういう立場です。まあ、こんな言い方していることからわかるように、私にとっては、その好きという感情は、なんか、 あまり価値を置かない感情なんですよね。誰かが好きだ。まあ異性が好きだ。こういう感情。時期に壊れるんですよ。こんなの。なんか未来を約束し合ったって、実に虚しいというか、すぐに壊れちゃいますよね。相手の心も自分の心も変わる。自分たちを取り巻く状況だって変わる。ずっと変わっていくんですよ。ですから、その、 永遠の愛をなんて言ってますけど、そんなものありえなくて、その好きの感情も全然長くは続かない。二年もいたら、なんかうざいだけの存在になる。これもよくあるんじゃないですか十年も経てば、もう相手の顔を見るのも嫌だ。けれど、お金がないから別れられない。こういうパターンも多いんじゃないですか私にとってはそんな風に見えますよ。世の恋愛とか。 世の結婚とかはねだから好きという感情にそんなに重きを置かないということをやってればさっきも話したように不倫って駄目だよねと悲しむ人が一人でもいるんならそんなことはしない方がいいとなった場合あちょっと心が揺れたとしてもちょっと誰かを好きになったとしてもあやめとこうというこういう判断になると思います。 その意味で言うと、それくらいの判断も玉木できなかったのかなと、ちょっと玉木さんについて、私も考え直したところのある、そういう報道でしたね。一方の立花は、まあ私よりもよほどリバタリアンなのか、不倫オッケーと、自分にもあるかもしれないと、今回の玉木は見逃してやれみたいな、そういうお話でしたね。リスナーの皆さんはいかがでしょうか 不倫というものについてイメラジオでした。